はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スペシャルゲストにお越しいただいております、椎名さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、椎名です。よろしくお願いします。はい、まあね、皆さん椎名さんご存知だと思うんですが、今ねレートが1960とかそれ、まあ1950ぐらいですね、はい、今。いやー、かなりね強いプレイヤーです。はい、まあ、日本だともうダントツでね一番のプレイヤーなんですが、はい、そんな椎名さんとね今日はですね1対1でデュエルズをやっていきたいと思います。で、まあね、普通にね、やったんじゃ私がボロ負けするんで、はい、まあまあ面白くないんですけども、少しねちょっとハンデをいただいて今日はやっていこうかなと思います。で、はい、はい、私がですねノームーブで、椎名さんが NMPG、 これで、3回やりまして、何回勝てるかっていうのをちょっとねやっていきたいと思います。で、マップは ACW を使っていきます。はい、ということで早速やっていきましょう。ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、椎名さんは NMPG、 私はノームーブです。さあ、どうなるでしょうか。はい、まずはこちらのラウンド。はい、タミルナドゥっぽい文字ということで、タミルナド即ゲスしていきましょう。さあ、これ、文字があるけど、ケララとかの文字かな。まあ、南部であることは間違いないね。ちょっとズームできなくてわかんないんだけど、ケララの文字に見えるな。はい、まあいいでしょう。自分も結構ねタミルとかと迷ったけど、さすがすぎる。さあ、ルワンダ、ルワンダは即ゲス。さあ、次はこれはルワンダか。まあセンターラインが黄色いからね、南アとかじゃなくてケニア、ルワンダとかだと思うけど、この縁石とか右側通行っぽい感じはルワンダっぽいね。うん。さあ、スウェーデンじゃなくてフィンランドだね。フィンランドだけど、キーちょっと寒そう。まあ、なのでちょっと北見行っとこうかな。さあ、次ヨーロッパっぽい景色だけど、まあ針葉樹がめちゃくちゃ多いってことで北の方っぽいけど、サイドライン白実線ってことで、まあ北欧だったらフィンランドかなっていう感じだけど、フィンランドでいいかな。さすがに寒そうだもんね。おお、これはこれは謎の寄せが出た。やば、なんでNMPG でこれ、マジですごい、本当にすごいな。どうなってるんだはい、左側通行ニュージーかな。北島か南島かわかんないけど、特に何もなかったら北行きたいけど、まあ北でいいかな。はい、これはなんだ、ニュージーランドかな。まあかなりあったかそうだし、このなんだろう、街中でサイドラインに黄色ダッシュがあるってのも、まあ、オーストラリアあんまりなくてニュージーランドの方がよくあるかなっていうラインだと思うから、まあ、ニュージーランドでいいと思うんだけど、英語も書いてあるし、まあ、あと標識の棒が白いってのもかなりニュージーランド多い。ただ北島か南島か正直わかんないね。うん、よかった。
はい。うわ、なにこれ。イギリスかアイルランド。どっちだこれ。なんだこれ。あ、フェンスはイギリスっぽいね。この金属製のフェンスで端っこがカクってなってるのはかなりイギリスに多いフェンスだけど、めちゃくちゃ開けてる。で、家がなんかあんまりレンガっぽくないってなると、まあ、スコットランドとかもあり得る景色かな。ただ山ってわけじゃないし、開けすぎてるから東海岸とかなのかな。ウェールズか。まあ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 、国は当たったけど、ちょっとリージョンゲスが微妙だったね。はい。うわ、やばいの来た。やべえの来た。ああ、ヨーロッパは間違いないけど。うわ、これわかんねえ。なにこれ。看板の裏黒い。で、縁赤いな。でもなんか、ルーマニアっぽくないよな。縁赤いってなるとエストニアかな。さあ、これなんだ。白川多め。北欧かな、普通に。まあ、北欧か、カナダって感じの植生だけど。まあ、けどこの標識あんま北米に見えないし。裏は黒いけど、それはちょっと無視していいのかなっていう植生かな。スウェーデンとか？ちょっと難しいね、これ。まあ、裏が黒いってのを信用するんだったら、まあ、ドイツとかになるんだけど、さすがに白樺多すぎて、あんまりドイツには行きたくないかな。スウェーデンあたりでヘッジしようかな。まあ、バルトとかもありそうだし、この辺でヘッジするのもありかも。いや、これ正直、かなり怖い。まあ、一番怖いのは、北米だったパターン。けど、まあ、さすがに、白樺と、この針葉樹の組み合わせ、ヨーロッパ北部でしょう。オッケー。これ被ることある？あ、同じことやってる。これは、まあそうだよね。難しい。まあ、多分ノーウーだったら多分シーナさんわかると思うんですけど、早いって。ポーランド合ってるよね。はい、やばいな、ポーランドの即ゲス早すぎる。さあ、枠がないね。で、王にダッシュが入ってる。ダッシュというか O に線が入ってるので、まあ北欧系の言語、まあデンマークかな、建築とかも合わせると。と、何これ。え、デンマークか。いやー、すごいなー、これでデンマークいけるんだ、 NMPG で。マジですごい。いやー、これグアテマラか。オッケーオッケーオッケー。はい。さあ、スペイン語っぽいのがある。これどっちだ、エクアドル。いや、
違う、グアテマラかな。ランプが結構グアテマラっぽい。あ、ポール下塗られてるからグアテマラだね。危ない危ない。はい。あ、何これ、セネガルかな。まあさすがにセネガルっぽいけど場所わかんないな。まあこの辺大丈夫か。はい。さあこれはカーメタありそうだし、まあアフリカっぽい感じで、まあこのなんかこういうね、太陽夕焼けの感じと、まあ、全体的な雰囲気、結構セネガルによくあるカバレッジかなって気はするんだけど、なんかでも山があるよね。セネガルで山ってさ、こっちの方しかないと思うんだけど、どうなんだろう。東の方しかない気がする。おー、マジか、当たった。適当に川、クリックしたら当たった。え？ははは。やばいやばいやばい、セネガルで大ダメージ食らったんだけど、やばやばすぎる。うわ、終わった、カサフ終わった。いや待って、カサフは勉強してない。終わったこれ、カサフいや待ってくれこれ、ケーブルとかあるんだよね浅すぎる知識。まあそんな秋っぽいとかではないから、まあ、東っていう感じはしないけど、植生がなんか気になるな。ちょっと乾いてる感じがするけど、けど西行くほどなのかなっていう、この微妙に起伏がある、あって、なんか草原地帯みたいな、まあ真ん中もよくある。この辺とか置いてもいいんじゃないっていう気はするんだけど、南西に走ってて鉄道が交差してる、なんかこういうとことか、割とちょっとこの西っぽさと真ん中っぽさ兼ね備えてる感じ、この街とかありそうかなっていう気がする。けどここではないな。いやー、これ時間使うのあんまり得策じゃないかも。よし、これはいいね。なんか街の雰囲気感じた気がする。はい、お疲れ様です。お疲れ様ですやばいっすね。いや結構ミラクルでしたね。いやーすごいっすね、セネガル最後2ラウンド。もうカザフスタンもドンピシャっすね。セネガルはそうっすね。なんかまあ、まあ、セネガルっぽさは感じて、でもセネガルで、はい、山あるのってもうあの辺しかないかなって思って。あ、そうなんですね。そうっすね多分。でそれでもうなんか適当に橋押したら当たったみたいな感じでしたね、はい、いやすごいっすね、 NPG で5000点は。はい、さすがですね。最後のカザフスタンのラウンドももう知ってるって感じですかね。カザフスタンはなんか、はい、まあ秋っぽくはないし、まあ東はまずないなってなったんですけど、はい、ただなんか西っぽいなっていう植生の雰囲気と、はい、あとなんかでも地形的には結構真ん中にありそうみたいな雰囲気兼ね備えてる感じがして、おそういうのってあの真ん中にある、はい、がポツンとあるあの街のことが多いかなって思ったんで、へ押したら合ってましたね。いやすごすぎますね一応電車も通ってたんで、あそこまで確認してのゲスなんですね。そうですね、はい、いや素晴らしいです。はい、ということで、じゃあ2戦目やっていきましょう。お願いします。
はい、お願いします。いやー強すぎる。さすがに強いな。絶対勝てないんじゃないかなこれ。早くも自信を失いかけてるけど、さあね、そんなこと言ってらんないんで、いや一勝したい、一勝したいよ。さあなあなんだけど、平らすぎない？うわわかんねえこれ。この辺で、うん、オッケーオッケーオッケー。さあ次ビクトリアポールがあるね。ビクトリアポールがあるんで、まあ、ビクトリア確定してよくて、でまあビクトリアそんなに大きい州でもないんで、まあ適当に押してもいいかなって感じだけど、土がちょっと赤いから割とニューサウスウェールズボーダーとかもあるかなっていうのと、結構ジェン2北西部多いから北西部押してもいいかな。まあ北西寄りではあったけどちょっと行き過ぎたって感じ。これもオーストラリアなんだけど、やばいなこれ。マジでわかんない。土ちょっと赤いの気になるな。これはこれまたオーストラリアかな。ちょっと自信ないかも。ボラードがあるんだけど、オーストラリアかニュージーランドかどっちのボラードなのかわかんない。いやでもニュージーランドかな。オーストラリアこんな植生と地形の組み合わせない気がする。オーストラリアかニュージーランドだと思うんだけど、あ、オーストラリアだ、オーストラリアだ。ボラード危な、こっちにあったねボラードが。オーストラリアでこれか。まあ、東側のどっかには見える。あービクトリア、なるほどね。まあ確かにニュージーランドにもちょっと見えたから、そうだね、そう考えたら南か。まあ国外さなくてよかった。はい、次はこれ、まあアイスランドっぽい、この火山っぽい土の感じと白車長アンテナ、まあアイスランドでしょう。さあアイスランドかな？うん。いやーわかんない。場所はちょっとわかんないや。この辺で。うわ、強っ。すごい寄せ。さあ、地名があるぞ。ウリアス対イルクーツク。イルクーツクが北東にある。あ、アンテナが見えないのがちょっとあれだけど、イルクーツク、ただジェン3ってこと考えるとこっち側の道っぽいよね。ウリアス帯ってモンゴルにあるんだけど、確かロシアのどっかにあった気がする。ウリアス帯が、北西とかにあるのかな。難しいな。アンテナをマジで見たいな。アンテナを見たい欲求に抗わないといけない。苦しい。逆にブラーツクとか？そんなはずないか。いやー、これはちょっとわかんない。あーよかった。ちっちゃいね。うん。まあ、けどやっぱり道の雰囲気かなり舗装が悪いっていう、この辺多かった気がしたね。はい。うわきっつ。何これ。もうこれ NPG とノーブ変わらんやんこれ。
ヨーロッパってことだけしかわかんないよ。いや、これきついな。白枠ない？赤白だから、まあ、北欧とかはなくって、これ白枠ないかな？微妙。あるようにも見えるな。白枠なかったらルーマニアとかありそうかなって思ったけど。どうだろう。スロバキアぐらいでヘッジしとこうかな。ちょっとスロバキア行ってみよう。あ、これ。ヨーロッパかアメリカだけど、アメリカかな？なんか、あんまりヨーロッパの木に見えない。けど、道の角度的にはちょっと微妙だね。でも、やっぱ、こういうとこでボラードとかないし、結構アメリカに見えたなぁ。これ後ろ見たら多分ね、カーメタ、まあアンテナがあるかないかとかで、大陸がわかると思うけど、植生的になんかヨーロッパによくある針葉樹とかが全くないし、まあ地中海っぽい感じでもないから、アメリカの若干北みたいなエリアなのかなって思ったんだけど、どうなんだろう。アメリカであってほしい。ああ、ヨーロッパか。これは終わったね。はい、お疲れ様です。いやー、お疲れ様です。いやー、まあ、車がね、こちらは見えているんですが、まあ、いやー、そうっすね、マジで。どっちか分かんなかったっすね、これ最後ちょっと。いやー、難しかったですね。まあ、正直、まあ、ノームーブなら絶対ヨーロッパ行けてたと思うんですけど、ヨーロッパの中でちょっと僕は悩んでたんですけども、そうですよね、車が見えないとなるとアメリカもありますよね、あの景色。そうですね、なんかもうパッと見木が、まあ、アメリカなのかなって第一印象で思っちゃって、そうですね、そっち行っちゃいましたね。はい、ということで現在1-1です。次勝った方がこのマッチの勝者となります。ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、やっぱりああいう、パッと見で国が分かんないラウンドが怖いね。さあ、これはイタリアかな。ガードレール、ガードレールは結構イタリアっぽいけど、ちょっとこの標識はよく分かんない。まあでも地形的にもイタリアありそうなんで、まあ、イタリア南ヘッジしようかなって感じ。なにこれ。なにこのボラード。イタリアっぽい。ガードレールもイタリアっぽい。イタリアにしてはかなり南っぽいな。うわぁ。まあ、そっか。さあ、次は、スライシの電柱だね。スライシ北部の電柱だけど、それ以上はちょっと難しいかな。山があるね。北西に山があって、ああ、でも、このボラード、このなんか、3色のボラード、結構セントラルに多かった気がするから、セントラルのどっかではあるのかなってことで、この辺にヘッジしようかな。これがあるってことは、まあ、スラベシ南でいいんじゃない？まあ、悪くはない。さあ、次ニュージーランドだけど、フェンスがかなりスパムされてる間隔が狭いから、まあ北島の方があるかなっていう景色だとは思うんだけど、山が北側にありそうなのがちょっと気になるね。
ちょっと気になっちゃうかも、そこは。北島かな？北島のここの山が見えてるとか？それの方がありそうだな。まあ行ってみよう。オッケーオッケー、危ねえ。はい。いや、これはもう、ナイロビ周辺。はい。さあ次、ケニアの車だけど、まあテープがついてあるんで、ナイロビからそんなに離れてない。あ、ナイロビ南か北かっていう感じだと思うけど。まあそうだね。まあこれは車が見えてたら差がつかない。車がなかったらちょっと面白かったかもしれない。さあ、次は、黄色ナンバー、ラオスか？まあ、バイク多い。まあ、コロンビアって感じではないんで、まあ、道路ラインも南米っぽくないし、ラオスしかなさそうだね。で、カーメタがこれないのかな？カーメタがないなら、もう、ビエンちゃんしかないかな。後ろ黄色いぞ。ラオスだよね。言語的にも。じゃあビエンちゃんかな。うん。ま、車見えてないし。オッケーオッケーオッケー。はい。ブラジル。いや、これきついぞ。これはきつい。うわ、きつすぎる、これ。まあ、南っぽくはないね。でも、東っぽくもない。マラニャンとか、これ西あんのかな？いや、西っぽくないけどな。ちょっとわかんないんで、マラニャン、ピアウイ、この辺行ってみよう。さあ、ブラジルっぽい建築だけど、これ難しいな。北っぽいかな。まあ、全体的に植生低いから、まあ、南っぽくはないし、まあ、西っぽくもないね。低い植生。だから、まあ、内陸の真ん中から北にかけてって感じだと思うんだけど。で、まあ、レンガで瓦屋根。まあ、正直どこでもあるけど、まあ、マラニャン周辺とかもよく見る気はするんで、この辺で、ちょっと、どうかなという。OK。いいね。中が当たったかな。うん。あ？ボツワナ？かな。エスワじゃないとなるとボツワナっぽい。ちょっとわかんないなこれ。まあ角度一致するし、この辺を行ってみようか。エスワ？南アフリカ？電柱、まあこの鳥が乗ってる電柱あるから、あんまボツワナっぽくはない。ジェン3で、まあこの結構草がある感じ。まあエスワかなんがかなって気がするんだけど。
うわー、これ怖いな。2.5 倍。山全く見えないのに SY 行くのはちょっと良くないかな。けどこっちの電柱結構 SY っぽいよね。オッケー。まあ SY だったらここしかないかなって思った。いやー SY かこれ。いやー、雰囲気 SY だったけど、山が見えないから、ボツワナに置いてしまった。いやーもったいない。そしてしれっと 5K してるのやばい。さあ追い込まれた。タイかな。タイかな。ちょっと文字がよく見えないけど、まあでも左側通行、白い車。ただ鉄屋根が多い。で、ヤシもめっちゃ多いから、南かなって思うんだけど。うん。で、結構でかい橋だね。山が近くにあるっていう感じではない。かなりでかめの川で、まあまあ栄えてるなっていうエリア。けどこんな海近いっていう感じではないか。いやでも船が多いから海近いのかな。まあちょっと攻めすぎかこれは。いや、車線分かれてないから違うな。こういうとことか、まあ、角度はいい感じだけどね。ここで行ってみようかな。かなり南っぽい感じはある、正直。建築とか。OK。ちょっと違ったけど、うん。まあ、大体合ってたね、感覚は。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、最後のタイ、すごいですね、あれ。まあ、そうっすね、もう、結構パッと見、なんか正直パッと見インドネシアとかに見えて。あ、はい。いや、自分も思いました。そうなんですよね。それで、まあ、けど、まあ、文字、まあ、かろうじてタイっぽい文字あったんで、はい。まあ、タイでこの感じなら、まあ、南部ではあるかなっていう感じで行きましたね。あと鉄屋根がめっちゃ多い感じとか。ああ、確かにそれはあったかもしれないですね、はい、その辺も合わせて南なのかなっていう感じで、うん、なるほど。いやー、ということで今回は1対2で椎名さんの勝利ということで、さすがですね、やっぱり。いやー、ありがとうございます結構そうですね、結構うまくいきました。はい、はい、ということで今回は椎名さんにお越しいただきました。椎名さんもね、YouTube で活動されてるので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、今回椎名さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。